コンスタンティンは、イングランド西南部、ドゥムノニアの王。ラテン語では、コンスタンティヌス。ウェールズ語では、キステニン・コルネー。実在のコンスタンティンは、一地方の王に過ぎず暴君で、あったが、後に、聖人伝説が作られ、さらに、アーサー王伝説に組み込まれて、聖王、アーサーの後継者、ゼンブリテンを滑る王コンスタンティン三世として、伝えられるようになった。 コンスタンティンの行場は、同時大臣のギルダスが表した、ブリトン人の没落によって報告されており、アーサー王伝説の登場人物としては、数少ない、一時資料が現存して実在が確実な人物である。ギルダスは、ブリトン人の没落の中で五人のブリテンの暴君を、球団しているが、ドゥムノニア王コンスタンティンについては、ダムノニアの不浄なメスジから生まれた、暴虐な、小ジシと、 あだなしている。ギルダスが同省著述中の、まさにその年、コンスタンティンは、直前に住民に対して何らの不正行為もしないと、親善に誓いをしていたにもかかわらず、大修道院長の送服を着て僧侶に踏みし、剣とジャベリンを使って、教会の祭壇の前で二人の若い王族を、殺害したという。また、さらにその何年も前から、既婚者であるのに、コンスタンティンは、 複数の女性と貫通をしていた。ギルダスはコンスタンティンをなぜ自分から地獄の豪華にくべられに行かないのか。と、激しく非難しつつも、神はトガ人が死ぬことよりも生きて改心することを望んでいるとし、悔い改めることを進めている。トーマス・オサリバンは、コンスタンティンをウェールズ語文献のキステニン・コルネーという人物に否定し、活躍期は、 西暦520年から523年と推定している。キステニンは、テオドシウス一世の時代のブリタンニア司令官、戦勝ローマ皇帝マグヌス・マクシムスに仕え、土地を与えられたカナン・マプエダフ編の雷孫であるという。聖人の系図のいくつかの写本によれば、キステニンの父は、カンバウア、子は、エルビンで、エルビンの子はゲライントである。このゲライントは、 初期のアーサー王伝説の登場人物で、エルヴィンの息子ゲライントの物語や、ゲライントとエニットなど数編のマビノゲオンの主人公で、ある。コーンウォール州コンスタンティン教区の聖コンスタンティン教会その後、伝説では、コンスタンティンは罪を悔い改めて、修道士になり、聖コンスタンティンと称えられるようになった。しかし、これにはいくつかの人物との混同があるという説がある。 10世紀に書かれたカンブリア年代記によれば、西暦589年にコンスタンティヌスなる人物が神に悔い改めたというの、没年は西暦537年である。また、デボン州やコーンウォール州には聖コンスタンティン由来の少なくとも5つの教区が現存する。多くの人はこれをギルダスがコンスタンティンを叱責した成果だと考えている。また、 11世紀の僧侶リケ・マルクスは、聖デイビットの生涯で、コーンウォール人の王コンスタンティヌスが、聖デイビットに帰依して、王位をして、創籍に入ったと伝えている。トーマス・オサリバンによれば、コンスタンティンは、当時よくある名前で、聖コンスタンティンは少なくとも二人のコンスタンティン、北のコンスタンティンと南のコンスタンティンが混同された、結果であるという。 北のコンスタンティンは6世紀末のストラトクライドの王子コンスタンティンでカンブリア年代記に記載されているのはこちら。南のコンスタンティンは聖デービッドの生涯に登場するコンスタンティンでおそらくは6世紀初頭の本項目のコンスタンティンと同一人物であるが、あるいはこれもまた別の人物と混同された可能性もあるとしている。ジェフリー・オブ・モンマスは1136年頃に 表した義士ブリタニア列王子で、コンスタンティンをアーサー王の後継者に位置づけ、以降この創作が史実として語伝されるようになった。一方で、ジェフリーのコンスタンティンには、ギルダスの報告する歴史的暴君としての側面も残っている。同書では、コンスタンティンはコーンウォール公華道の息子とされている。華道はまた、アーサーの王妃。 グイネビアの養父であったとあるから、コンスタンティンはいわば、アーサーの義理の兄弟のような立場にある。西暦542年、アーサー王は、カムランの戦いでカドウを含む、大量の側近を失い、さらに裏切り者のオイモードーレットと、相打ちになる。王は、致命傷を癒すために、アバロンへ護送される途中、カドウの息子コンスタンティンに王冠を譲り渡す。 新たなブリテン王として即位したコンスタンティンは、モードレッドの残存勢力であるサクソン人を駆逐、ついで、モードレッドの二人の息子がそれぞれ、ウィンチェスターとロンドンの教会に逃げ込んだため、彼ら二人を教会の祭壇の前で殺す。しかし、これが神の怒りに触れて、コンスタンティンは、そのわずか三年後に、老いのコナンによって殺害され、王座を散脱される。意外は、 とある巨石建造物に先々代の王ユーサー、ペンドラゴンの側に葬られ、現在その遺跡はイングランドでストーンヘンジとして知られている。なお、ブリタニア列王氏では、彼は同盟のブリテン王の三人目であるため、コンスタンティン三世ということになる。コンスタンティン一世は、ローマの元老院議員、コンスタンティウスとヘレナの息子すなわち、ローマのコンスタンティヌス大帝である。 コンスタンティン2世は、ローマの将軍で、ブリタンニア駐在中に、ローマ皇帝コンスタンティヌス3世を戦勝した人物に否定されている。トマス・マロリーのアーサー・王の死では、コンスタンティンの暴君としての要素は、完全に消去され、模範的な円卓の騎士の一人になっている。彼は、コーンウォールの稼働教の息子で、稼働に次いでアーサーと最もっが近いが、 具体的な血縁関係は不明である。アーサーは実施モードレッドを認知していないため、姉の息子ガウェインが比較的血縁上では近いが、ガウェインよりもカドとコンスタンティンの方が近いという。アーサー王はローマ皇帝、ルキウス・ティベリウスとの戦いに出生する際、年老いた高血な騎士ボードウィン、カドの息子コンスタンティン、及び王妃。 グイネビアの三人を留守を預かる統治者に任命した。アーサーはさらに、角を除けばコンスタンティンが最も近い血縁者であることを理由に自分が仮に遠征中に戦死した場合の正式な後継者はコンスタンティンとすると言った。コンスタンティンは円卓の騎士としての出番はほぼないが、ハンガリーの騎士アリーが最も優れた騎士が傷口を調べてくれるまで決して、 治らないという傷の呪いを受けた際に、アリーの傷を治そうとした円卓の騎士110人のリストには含まれている。アーサー王がカムランの戦いで致命傷を負ってアバロンに去り、出家したランスロットが衰弱死した頃、コンスタンティンがイングランドの王に選出された。彼は気高い騎士であり王国を立派に統治した。コンスタンティンは、 元カンタベリー司教が忍者として暮らすよう探し当て、再び司教として迎えた。しかし、司教と共に忍者として暮らしていたウェディビアラ10人の残存の円卓の騎士の勧誘には失敗し、彼らは忍者、または聖職者として過ごすか、あるいは異教徒と戦うかして、生涯を終えた。ありがとうございます。